ちゃになります。美作の部屋へようこそ。本日のお客様は武井くんになります。どうもお世話になります。どうもお世話になります。ありがとうございます。はい、ということで本日ご紹介したいのはこちらなんですよ。廃坑記さん、はい、の、コードレスマルチツールなんです。実はもうすでに 18V の前からですね出てるんですけども、マルチボルト36に切り替わってからの新型ということで大幅にパワーアップしたっていうことなんです。で、まずマルチツールっていうのはどういうものなのかというのをご説明しますと、切断だったり剥がしだったりいろんなことが行えるよということでマルチツールなんでございますね。はい、でこの機種型番がこちら CV18AA ということで新型になります。はい、なるほど、廃坑記さんやばいの出しましたね。そうなんですよ。ちなみに美作店長、はい、前のモデルと比べてどういったところが変わったんですか？はい、気になるところだと思います。前のモデルと一番ですね、見た感じここグリップの部分なんですけれども握りやすいということになっています。で、秘密はですね、小型のブラシレスモーターを対応ということで、形状をですねモーター自体を長く設置することで、まずこのグリップが細く、そして実は軽量化も実現ということで、一応前のモデルがバッテリー込みで約2キロだったんですが、なんと今回の新型は 1.9 キロと大変軽くなっております。はい、いやー素晴らしいですね。はい、ちなみに牧田さんのモデル、はい、めちゃくちゃ切れると評判なんですけれど、はい、今回の廃坑記さんのモデル、そこら辺はどうなんですか？はい、切断スピードなんですけれども、実は今ご指摘あった通り、牧田さんの TM520 というのがものすごく切れるということで評判なんですよ。その牧田さんにやっぱり対抗してこちら、今ちょっと刃をつけましたけれども、失礼いたします、スイッチ入れますね。このブレードのスーッという振れ幅なんですけども、ここを改善改良させましたということでございます。前のモデルが約 3.2 度、今回は 3.6 度ということで切断スピードが前のモデルの2倍ということになっておりますので、握りやすく使い勝手もアップした上で、さらに切断スピードも大幅にアップしたいということなので、そこはバッチリ素晴らしい新型ということになってます。はい、スピード2倍ですか。はい、美作店長、パワーが上がってるってことは振動値の方はどうなってるんですか？そうなんですね、マルチツールを使うお客様から聞かれるのが、ずっと思ってると疲れる、音がうるさいっていうことはよく聞かれるんですよ。音とか振動気になるところなんですが、実は前のモデルの振動低減ということで約 90% カット、大幅に振動も少なくなっております。数字的に言うと前のモデルが約 8.2 メートル毎秒毎秒ということだったんですが、この新型は 0.9 メートル毎秒毎秒ということなので 90% 低減ということなので、さらにしつこいようで申し訳ないんですが、グリップ握りやすく、パワーもアップし、さらに音も振動も大幅削減ということで3拍子揃いましたということでございます。はい、ではですね、いろんな性能がアップということなんですけども、実際のところどうなのということで、今日のお客様の方も大変気になっていると思いますので、実際に実現して、検証というか皆様に見てもらいたいなと思います。はい、その前にブレードの取り付け方、ご説明したいと思います。
まずはこちらですね。このレバーを上げていただいて、これだいぶ柔らかくなりました。はい、ここの先端のロックしてる部分があるので、これを押しながら回して抜く。そしてこのボチボチボチって出てるんですけど、このブレード、スターロックのブレードになります。もちろん OIS もお使いいただけます。これをくっつけていただいて、そのまま押して回す。そしてパッチンで装着 OK になります。はい、ではですね、松の木材をご用意いたしましたので、これで実際に切ってみたいと思います。バッチリですね。切れ味抜群でございます。ちょっとパワーを上げて今4にしてるんですけども、6にしてやってみたいと思います。はい、おこいつらも排除したいと思います。いきます。ということで、切断スピードもなかなか見やすくしっかり切れるっていうことなんですけども、ご注意点の方をまたご説明したいと思います。使える刃がですね、スターロックの刃はお使いいただけます。そして今回のこちらは、スターロックプラスマックスは使えない代わりに OIS の刃が使えるっていうのも大きいポイントかなと思います。牧田さんの方、新型になった際にですね、スターロックが使えるんですけども、スターロックプラスとマックスと3つのですね種類が使えるということで、 OIS の刃が使えない、わざわざ前のモデルを買うお客様もいらっしゃるぐらいなんで、 OIS の刃が使えるっていうことがポイントということになります。あとは気になったところで言うと、その刃をこの取り付けた際にですね、ちょっとここマグネットが効いているのかですね、硬いんですね。これ多分買った方、よいしょってやると、あ、硬くなっちゃった。ということで、ちょっとですね、使用してしまうと、これが結構取るのが大変かなっていうのが気になったところですね。ただその他はですね、やはりこの握りやすさと切断スピードがアップ、そして振動と音が大幅に下がったということで、かなりやっぱり使いやすい魅力の一つかなと思いますので、こちらの商品かなり使い勝手もよろしいということでございます。ではですね、本日のゲスト、拓也さんでございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。